はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、古戦場 95Hz のフルオートなんですけれども、まあ、俺が使うならどうなんだろうと、95Hz で俺がフルオートするならどうなんだろうっていうのを考えた、装備とかを全然自重してない、フルオート編成を紹介しますということで、まあ、ちょっと色々と考えてたんだけどね、まあ、正直先に言いましょう。結構他の人と、被ってるキャラクターが、うん、まあでもね、正直考えてたらこうなるなっていうのが正直なところなんで、はい、まあ、ちょっと先にすいません、まあ、先に言わせていただくと、ちょっと他の人とキャラクターも被ってると思います。ということで見ていきましょう。今回のキャラクターなんだけど、こんな感じだね。シバユイシス無限っていうような感じになってました。で、まあ文句だな。文句シバユイシス無限ですね。で、武器編成はハイランダー、技巧がほぼほぼ確定かな。技巧2プラス技巧大プラス技巧小プラス技巧小みたいな感じでハイランダーにしました。で、週末は渾身アビ上限ですね。うん。まあ、やっぱね、ユイシス無限の並びはね、強いですね。やっぱこれは本当に、今の非属性フルオートのメタですね。非属性フルオートでダメージを出したいっていうんだったら、非属性はもうユイシス無限っていうのは固定。まあ、あと1枠がフリーなのかなっていうような印象です。まあ、今回はトリプルアタックも確定できるってことで、シバを採用したんですが、まあ、やっぱ3アビね、2アビも強いし、3アビも強いし、1アビも強い。あの 50% でデバフ消去があるから、まあ、シバもね、消えないデバフをばらまけるというところで、まあ、優秀なんで、まあ、こんな感じになっちゃいましたね。で、まあ、一応裏にアラナン入れて、まあ、ユイシスがワンチャン落ちるんですよ。ワンチャン落ちるんだけど、ユイシスから、あの裏からアラナンを出していくっていうような感じになってます。じゃ、ちょっと実際にね、どんな感じになるのか見ていきましょうか。まあ、文句がここまで強いと、あ、ごめん、アグニサグニですね、当然。うん。クリ率の関係でね。まあ、アグアグなんですが、行ってみましょう。まあ、まさか文句がここでゴリゴリに出てくるとはっていうのが正直な話でしたね。まあ、何かしらで使えそうかなって思ったんだけど、俺は弱体耐性アッププラスガード効果みたいな、リミアビ、あれがすげえ強えなって思ったから、まあ、正直あれを使うのかなと思ったら、それじゃなくて普通にアビリティダメージアタッカーとしての採用。まあ、時間効率がいいんだろうな。ランバージャックと比較すると。まあ、防御デバフこそないけれど、時間効率がいい、キャラクターとしての採用なんでしょうね。まあ、なんかそういう風な使い道があるとは、やっぱね、ジョブとかは面白いな。面白い。完全にオクトになってしまいました。で、やっぱユイシスは1アビを使って瀕死になった後、無限をこのままボワー状態にできるのが、これがやっぱ強いです。で、75% ここで踏み込むんだけど、そしたら特殊で飛ぶじゃん。で、カウンターが気持ちいいのよ。ペシ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 と。シバと主人公のダブルカウンター、夢の共演ですね。で、これでパンチかまして、で、サンチェイン。で、無限の奥義見てほしい。無限のこのリミテッドなハイパー無限の奥義でを見たら、あ、なるほどなって思うよ。見てくれ。640万。そりゃあまあ、フルオートの適性高いって言うわなって。だからアビリティも押さずにパンチずっとこれをかま、そしてノーリミットでまた奥義600万がおかわりできるんだよ。で、ユイシス自体も瀕死状態になってるからトリプルアタックプラス追撃確定ということで。いや、これは強いですね。で、回避。ここ、運ゲー。どっち1回、どっち2回。奥義は避けるだよ。よし、オッケー。奥義は避けないでいく。パンチ、パンチ、パンチ。あ、3回避けられましたね。まあ、ここの回避率ってね、そんなに高くないんですよ。ここの回避率ってそんなに高い。あー、ただ防御デバフを外してしまっていく。これ、めちゃくちゃなんかタイム稼げそうだったんだけど。あれだったね。防御デバフさえ当たれば。いや、でも、意外と減衰出てるから問題ないか。武芸100番が発動していく。で、25、あ、気絶しましたね。で、ここの2ターンの間にゲーム決められるといいんだけど、これ次ターンに終わらせられますね。その、本当に運がいいと。TA して、ジャイアントナックル。これでね、本当に運が良かったら、落とせます。武芸100番発動したら行くんじゃないかな。これで終わるか。いやー、ちょっと運が悪かったね。もうちょっと運がいいタイミングがあるんですよ。これ割と余裕だったな。ワンチャン1ターン縮むんじゃないかなっていうぐらい。まあ、大体時間としましては、ベシンベシン。まあ、2分半から2分40秒。これどうだろう？ 2 分40秒ぐらいかな。
そうですね。ちなみにこれマグナ編成でも同じ動きができるんですよ。タイム見よっか。よいしょ。2分34秒。いいですね。まあ大きかったのはおそらく無限が初手で追撃引いたとこだな。まあ、正直初手の無限のわらしの歌の追撃運ゲーなところありますね。だからタイムが短くなってます。タイム丸分切りですみたいな感じを見たときに、多分大体無限入ってるときはね、ニヤビが追撃発動してますね。まあ正直そこら辺の運ゲーこそあるんだけど、うん。まあ無限2分半。もうちょっと運が良かったら防御デバフが上がってたら2分30秒も切ってたでしょうね。っていうような感じになってまして、まあこちらの編成は割と、ポテンシャルの塊リングなんじゃないかなと思っております。はい。ということで、まあ今回僕が課金額とか装備とかを気にせずに、フルオート編成練ったら、まあこんな感じになりましたね。まあこれでいいんじゃないかな。95考えるんだったら。安定もしてるしね。裏からアラナン出したら、まあそのままパンチでぶっ飛ばせるから。うん、安定もしてるし、僕はこの編成を使うんじゃないかなと思います。まあちなみにマグナ編成の場合だったらキャラクターをシバからアニラですね。うん、マグナ編成の場合はキャラクターをシバからアニラにして、でそのまんま、武器編成とかもマグナ編成の形にしてしまえば、普通にコロツエ4本とか5本とか並べたマグナ編成もいいし、ハイランダーマグナ編成とかでも似たような動きができるんじゃないかなと思っております。ということで、まあメイン武器に関しては、ゼッケンの代わりどうすればいいんだよっていう場合はオメガクロウ、もしくは、ガンダゴーザを持ってるんだったら無凸梵天とかを代用していくといいんじゃないかなと思ってます。はい、そんな感じの、フルオート編成の紹介でございました。まあ、もしちょっとね、装備とかは揃ってるんで教えてくださいって人は、まあ僕のこれが最適解だとは思ってないけどね、全然、うん、まあ一つの案としてご提供させていただきます。お出しさせていただきます。お上がりよ。それじゃあまたしましょう。じゃあね、バイバイ。